プーピーサラカのサラカです。はい、今日は島村にお買い物に行こう。で、ソラカ初のムービーソラカさん初のファッション企画でございます。やったことなかったもんね。今日はレノラ TV のレノンちゃん、レイラちゃんとキャンプ行く時の洋服を買いに来ました。仙台に行く時に ねお洋服を買いに来ました。一体小学 2年生は何を選ぶのかという企画です。で、選び方はソラカが選んで、まあ、最終的にはね、ママがね、OK 出したものにしますと。では、ママのお眼鏡に絡む、多分大体 OK してくれるけどね。多分ね、このしましまだよ。それもしまむらでしょ。そう、しまら製でしょ。ここで買ったの。ここで買ったの。そう、ここのしまらで。そうだよ。おー、なるほどね。多分これもだと思う。なるほど、じゃあ、行ってみましょう。レッツゴー。コーディネートしていいけど、予算は1000円でございます。島村で一体その中はいけるか。はい、せー、はい、見せてください。150が良かった。サイズ違うけど。それいくつ？ほら、120。あら、それはちょっとちっちゃいね。ほら、ネックレスついてたわ。今選んだやつだ、これ。どれ？これオールスター。うん、オールスターの。オールスター書いてあります。いいよ、候補2って。候補2、はい、青い大好きなブルー。それ選んだポイントはどこでしょう？ここが垂れ下がってるところ。なんかゆったり着れそうな感じ。そう、なるほどね。じゃあ候補2。はい、じゃあ次これ。140でも入るの。くまくま。ちなみにさ、そこの青いやつはおいくら前になったの？ほら、この青いやつも安い。これも500。おいいね、いいね。2枚いけるんじゃない？あ、でもさ、下トイレしにくいの？なんで？だって脱ぐの大変。あー、そうかね、そこ大事ね。キャンプ行ってね、トイレ大変だけどね。大変ですよね。今日も好きなように選んでください。全くソラカのセンスで選んでいただければ大丈夫です。はいはいはい。お、ソラカっぽい。これ。これも候補です。はい。パンツ意外と高いのね。島村にしては。まあそんな高くないけど。1200円。待って、2枚分だ。生地が厚いからだね。パンツ。ねえ、これすぐ1000円で無理だよ。いいよ別に。ママに聞いて OK すればよし。ショーパン今も入ってるけど。うん、そうだね。ショーパン大好き。じゃあ、これ。はい。それのポイントは？そのラインがいいね。これソラちゃん。ソラちゃんっぽい。すっごいソラカっぽいそれ。ね、こうか。じゃあね、ここから選んでもらいましょう。はい、じゃあ、はい、これ持って行ってく。はい、行ってきます。買ってきました。さあ、一体何が選ばれたのかはね、あとでファッションショーやりましょう。帰って、はい、その前にご飯食べ行こう。終わったら、お腹空いてたね。よし、じゃあ帰りましょう。帰るの？いや、帰るじゃない、ご飯。うん、レッツゴー。
だよね。パンツだよね。お、いい、いいパンツですね。その特徴は、その前のリボンみたいなやつ。そう、でかい。あ、ね、まあちょっと動きやすそうじゃない。ね、わかりました。これもちょっといい。それは、今お気に入りなんでしょ。そう。じゃあね、その他の島村ファッション。ね、これにて終了でございます。何着買ったんだろう。結構5、6着買ったよね。なんだかんだ。ね、はい。ではね、これを着て仙台に行きたいと思います。はい。ではこの動画が仙台の後か前かわからないけど出るのが、まあ楽しみましょう。はい。じゃあ最後お願いします。バイバーイ。